どうもマックス鈴木でございます。私は本日東京ですね、初台というところに来ております。で本日お邪魔させていただくお店さんがこちら、ジャギーン寿司屋の秀吉さん。はい、本日こちらでですねやる内容なんですけれども、チャレンジをやりたいと思います。総重量が6キロ、ネタ3キロのシャリ2キロの5キロの海鮮丼に、1キロの、お味噌汁、総重量が6、制限時間45分で、これはあのブシミさんがやられてたやつなんですけども、今回、ブシミさん同様特別にご用意いただきましたので、そちらをチャレンジさせていただきます。制限時間45分でございます。なおですねこちら、海鮮の居酒屋さんでございまして、まあ、お寿司があったりですとか、まあお寿司があったりお酒があったり等々いろいろございますので、もし初台の方来た際はですねこちら来てみてはいかがでしょうかという、そんな本日は秀吉サンリーマックス鈴木 TV 佐藤でございます。向かいに素敵な美女が2人いるんですけど、多分気のせいです。はい、ということでもろもろの準備が整いましたので、今から始めていきたいと思います。こちらが総重量で6キロのスペシャルな海鮮丼セットということで、まずこちらネタが3キロのシャリ2キロ、そして1リットルのお味噌汁で計6ということでございます。ちょっと3キロのネタってどんななんだろうと思ったんですけど、めちゃめちゃ綺麗なお作りというか、すごく美味しそうでございますんで、全力で楽しみながら食べ進めていきたいと思います。多分雰囲気的に一緒にできそうですね。スタート、そっち制限時間何分？30。うお、結構。いや、山本さんが45分だったらしくて、俺もそれでやろうと思う。せっかく美女がたくさんいらっしゃるんで、あちらのスタートタイムと一緒にやろうかなと勝手に思っております。かけコールを。俺が言ったらチャレンジスタート。ゴーとかじゃない。いただきます。スーパーぬるっといきましたけども、多分この方が時短になると思うんで、じゃまずトップのイカからいきましょう。うわ、すげえでかっ。これネタめっちゃ良くないですか。イカ甘っ。本当よ、これご褒美よ、マジで。これこの包丁のなんか隠し包丁みたいなので、このパリパリいう感じなんていうんですか、すげえうまっ。白身と赤身でこううまく、赤いバラと白いバラの感じがすごく綺麗です。これがカンパチ。おお、あ、うんま、マジでバクバク食べる感じのやつじゃない気がするな、これ。うん、うまい。
程よい脂の乗り方だから、この切り身が大きくても嫌にならないというか。うわ、すっげえうまそう、このマグロ。本当に美味しいです。どっちかというとこっち行きたい感じになるな。ネタと切り身の具合がちょうどいい。これデカ盛りチャレンジの中でも相当美味しいブリだと思いますよ。だよね。味相当美味しいよこれ。本当に過去のデカ盛りチャレンジの中でもネタが素晴らしくうまい。うまいわ。身のとろけ方がもうたまらんわ。ネタがすごいしっかりします本当に。めちゃくちゃうまい本当に。一ファンとして迎えの二人のチャレンジを見守りたい気分もあります。お二方は行けそうですか？量は行けるけど、時間はどうだろう？太郎先生頑張る。うわぁ、頑張れ。こんなことない。
もう、ちょっと攻略的要素加えようかな。白身から攻めます。一応理由は赤身より白身の方がやっぱ繊維質なんで、顎の力があるうちに。店長こっちも来てもらっていいですか？ここでスペシャルゲスト、店長さんの登場でございます。ちょっと座っていただいていいですか？こちらに、こちらに、ありがとうございます。今回はもう顔を白く、はい、白く塗られた人と理由をちょっと言ってもらっていいですか？あ、そうです。ちょっと今回今後このマスコットキャラクターとしてちょっとお店でやらせていただくことになったので、はい、皆さんよろしくお願いします。今、はい、彼女とか募集されますか？彼女あいる、います、います、はい、います、いる、はい、ちょっともう行ってもらっていいですか？あ、そうそう店長さんでした。本当正直、初対面でちょっと距離感がちょっとわからないままちょっとやっちゃいました。すみません店長、おいしいっす、おどす、おどす。
あの店長さんがなんかあの何歳だろうな、あの呪音 の, あの子供みたいな感じで見てくるんですよ。あのこういうあの目があの笑ってない顔でこういうそこそこホラーです。三宅さんは術中にハマってるっぽい。同じ顔で見返したら返る字になった。やっぱり切り身が大きい分どっしりきますね。でもネタは相当いいです本当に。結構ヘビ、これレベル結構高いよ。結構レベル高いこれ。いや それもレベルかなり高いでしょ。そんなことよく言うよ本当に。いやこれねレベル結構高いっすね。あと
アナゴとサーモンがあるんですが、アナゴはちょっと最後に取っておこうと思います。次はサーモンを攻めましょう。これサーモンって赤身と白身どっちなんだろうね。とてもない。食べやすい。うまっ。ちょっとクマになった気分。
30分過ぎたっけ。よくいるよ、本当に。あらすあらすあらす、めっちゃおしゃったです。いや本当にあのネタがねマジで美味しい。マグロしかり、白身しかり、サーモンしかり、アナゴしかりで、シャリもしっかりと酢飯美味しくて、もう至れり尽くせりな、結果的にはまあ30分ぐらいだったんですけれども、これは急いで食べるというよりはゆっくり食べた方が絶対いいという、本日はこちら初代よりマックス鈴木が6キロの海鮮丼セット制限時間45分チャレンジをお送りさせていただきました。私は美味しい、ありがとうございます。